受けている。やり取る前に敵の投石部隊を倒せ。東門にも敵が接近しているようだ。バフマン老人が守っておるが、果たして老将軍は経験豊富で頼もしいことだ。しかし近頃やけに精細さを欠いている。バフマン老人の状況にはよくよく気を配った方が良さそうだ。シンデラ軍がこのような地域に攻めてくるとは。誰かが余計な知恵をつけられたか。力を貸してくれ。パルスの国内が乱れている今こそ侵攻の好機だと。だがシンデラとしては半信半疑。一定数の兵力を投入して勝利を掴むために様子を探る気だ。長場に制して国境外に叩き出し奴らを懲りさせてやるしかない。シュワード様、ありがとうございます。これよりは共に進ませてください。パルスの者はこの程度か。全軍一気にペシャワールを落としてやれ。あれが投石部隊。南門が破られる前に素早く打ち倒されば投石部隊は片付いた。これで南門の安全は確保できた。投石部隊がやられただと。何をやっている。俺が自らパルス軍を送ってやるわ。ガーデービー様に万一のことがあってはならない。俺が戻るまで羽橋は上げておけ。はっ、承知しました。報告します。首相ガーデービーが東門へ攻撃をかける模様。急がねばまずい。やつを追う。進路の羽橋は上がっている。いっそ勝利をし敵兵を改装させてみる。本体と合流するため羽橋を下ろすかもしれない。雪辱の機会もあろう。殿下の勇姿を拝見できること嬉しく思いますぞ。直前だったか。バフリーズ殿からバフマン老人に密書が取られ、それからのことだ。あの老人が屈託し、まるで切れ味がなくなったのは。あの密書には一体何が。さすがはパルスの王太子殿下、この騎士は感服いたしました。私は引かない。なぜこのことを。パルス軍をガーデービー様のもとへ行かせるな。進路を塞げ。この程度の封鎖を兵と共に突撃すれば突破できる。アルスラーン殿下、これを尊美にふさわしく品と存じます。私は引かない。なぜこのことを。さすがはパルスの王太子殿下、この騎士ワードは完璧いたしました。お力を貸してくれ。勝利を掴むためにここまでか。これで道を阻むものはなくなった。ガーデービーの元へ急ぐぞ。
かれもせぬのに我が国の作りを犯した。何を求める気か。無論このペシャワールを落とす。パルス東部を俺のものにするのだ。素晴らしき武勇です。俺も見習いましょう。そのお働き、まさに真のマルダーンですな。これに懲りたら二度と我が国の境を犯すな。さもなくば永遠に王にはなれぬぞ。皆の者撤退だ。 Yeah!